皆さんこんにちは。女優ボディリメイクスペシャリストの小内谷恵里です。さあ本日のテーマは女性の美ボディはほぐして作る後編。前編の前回では、下半身を中心にね、ほぐしていきました。ちなみに、部分太りが姿勢の悪さによって引き起こるというメカニズムも前回の動画で説明していますので、気になる方は参考にしてみてください。じゃあそれでは、本日上半身のエクササイズしていきます。今日もフォームローラーを使ってほぐしていきます。二の腕痩せ、背中痩せ、バストアップ、小顔効果などが見込めますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。それではスタートしましょう。はい、では早速ほぐしていきたいと思います。重要なところからいきましょう。フォームローラーを縦に置きます。その上に寝っ転がりますね。後頭部が乗るぐらいのところです。で、手は肩の高さで横に広げております。これだけでも結構胸が広がりますね。そのまま小刻みに横に揺れましょう。で、何しているかというと、肩甲骨の間の筋肉をほぐしています。ここが、広がって固まってしまうと、猫背や巻き肩の、影響になりますので、ここほぐしていきます。はい、では続いて後ろのあばら骨の下のあたりですね。ここほぐしていきます。で、手を後ろにしてお尻持ち上げます。で、片側に少し体重をかけてあばら骨の下のあたりをほぐしていきます。で、ここをほぐしていくとくびれができやすくなりますので、しっかりとほぐしましょう。はい、では続いてバストの横です。ここほぐしていきます。で、ここは猫背になってくると固まって、ここね、固まるとバストが横に広がったりとか、猫背巻き肩がどんどん進んでいってしまったりしますので、ここほぐしていきます。こっち側でやりますね。バストの本当に横です。ここに当てます。よいしょ。で、ゴロ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 とするんですけど、これ初めての方は悶絶するぐらいに痛いと思います。なので当てるだけでも大丈夫です。当てるだけで、もしくは起き上がって、この肋骨の間のところに指を入れてゴリ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 ってほぐすことからスタートしていただいても大丈夫です。ぜひバストの横ね、しっかりとほぐしてみてください。はい、では次は胸の筋肉ほぐしていきますね。当てるところは鎖骨の下側です。ここですね。で、バストの真ん中に対してフォームローラーの端っこがね、ここに来るようにしていきます。さて、このままうつ伏せになっていきますね。結構痛いです。で、少しずつ小刻みに、揺らすか、痛い方はそのまんまホールドしていただいてもいいです。で、この胸の筋肉が縮まると猫背や巻き肩がね、どんどんひどくなっていったりとか、バストが下がったりしていきます。しっかりとここはほぐしていきましょう。はい、最後は二の腕やっていきます。二の腕は上じゃなくって、この下側ですね。ここのあたりほぐしていきますよ。はい、ではもうゆっくりとね、ゴロ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 としていただいて OK です。で、あんまり早くやりすぎたり、皮膚をこすらないようにしていきましょう。ゆっくりゆっくりとほぐしていきます。二の腕のね、リンパのあたりがね、流れが良くなっていきますので、ぜひやってみてください。はい、では最後まで終わった方は一度ストレッチだけしましょう。正座になって手をお尻の後ろで組んで、真下にいっぱい顎を引きます。今使ったところの筋肉一気に伸ばしていきます。これを6秒を3回ぐらいやっていただけると、伸ばした筋肉が正しい位置に定着しやすくなります。はい、お疲れ様でした。はい、いかがだったでしょうか。上半身とってもスッキリしてきたと思います。1、2週間で、ね、効果を感じられるようになっていきますので、ぜひ、続けてみてください。また下半身編を下のリンクに貼っておきましたので、こちらも合わせてやってみてくださいね。さあ、本日のエクササイズ動画、気に入ったよという方は忘れずにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。